シトラレーカーは、インド神話に登場するアスラ族の女性である。アスラオーバーナに仕える大臣クムバーンダの娘で、バーナの娘ウーシャーの友人。ある日のこと、友人のウーシャーが目覚めるや、いなや大声をあげた。シトラレーカーはその声を聞いて心配し、理由を聞いた。ウーシャーは、女神、パールバティの助言通りにしたところ、今しがた見た夢に美しい王子が現れて、 その王子と愛し合ったことを話した。しかし、ウーシャーはその男性が誰なのか知らなかった。そこで、シトラレーカーは神々、ガンダルバ、シッタ、チャーラナ、ナーガ、ダイティア、ビディアーダラ、役者、人間といった各種族の中から、著名な人物の似顔絵を描いてウーシャーに見せた。するとウーシャーは、アニルッタという人間の若者の似顔絵を見たとき、恥じらいながら、この人だわと叫んだ。 しかし実はその人物は、プラディウムナの息子、すなわちアスラの天敵であるビシュヌ人の化身、クリシュナの孫にあたる人物であった。チトラレーカーが、呪文の力でウーシャーの部屋にアニルッタを召喚し、ウーシャーとアニルッタは、幸福な日々を過ごしたが、バーアナがそのことを知ると怒って、アニルッタを監禁した。その後、アニルッタの監禁がきっかけで戦争が起きた。チトラレーカーは、 バーナ側に立って熱病を振りまく魔法を使い戦った。なお、チトラレーカーは供養の一員とされるアスラのケイトの妻であるとされる。ありがとうございます。